ウェザーニュースキャスターの武藤彩芽です。27日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図です。移動性高気圧に覆われて晴れるところが多くなる予想です。ただ等圧線の間隔が狭まっていますので全国的に風が強くなる予想。沿岸部では高波にご注意ください。南西諸島は高気圧の縁を回って湿った空気の影響や低気圧の影響で雲が多く雨の降るところがありそうです。それでは天気の流れも見ていきましょう。晴れるところが多くなる予想です。北日本から新潟県内では午前中ほど雪の降るところがありますが天気は回復し日差しが届くところも多くなる予想です。九州南部は雲が多いものの天気の大きな崩れは心配ありません。奄美諸島は1日を通して雨が降りやすく強雨や雷雨、そして沿岸部を中心に暴風が吹き荒れる恐れがありますのでご注意ください。それではアイコンでも確認していきましょう。北海道は日本海側を中心に午前中は雪が降ります。また短時間に強く降ることもあるため注意が必要です。東北の日本海側から北陸も雪の降りやすい天気がスタートですがその後は雪が降りにくくなり日差しが届く予想です。その他の地域では広く日差しが届き穏やかな天気。那覇は雲が多くにわか雨の可能性がありますので空の変化にご注意ください。気温を見ていきますと西日本では15度近くまで上昇するところもあり昼間は日差しの暖かさも感じられそうです。東日本は気温が上がりにくく東京も一桁台となっています。暖かくしてお過ごしください。また北海道も氷点下、一日を通して真冬日予想となっていますので防寒は万全に行いましょう。以上全国の天気をお伝えしました。